タズはアメリカ合衆国の元プロレスラー。本名ピーター・セネルシア、ニューヨーク州ブルックリン出身。人間スープレックスマシーンのニックネームで活躍。イカップリングウィズ時代は英語表記をタズとしており、WWE にてスマックダウン、イカップリングウィズのカラーコメンテーターとして知られており、強いブルックリンなまりの解説が特徴。 学生時代はレスリングおよび柔道を行っていた。1987年にプロレスデビュー。デビュー当時のリングネームはキットクラッシュ。その後原始人ギミックのタズマニアンデビルに変身。イカップリングウィズ前後には新日本や王など日本の団体にも参戦している。1993年にイカップリングウィズに入団、タズマニアックと改名。イカップリングウィズでは サブウートのタックで王座を獲得したり、また構想を行うなど中心人物の一人として活躍する。首の怪我による長期欠場後の1997年、格闘家路線のタズに改名。自ら FTW 王座を新設するなど、団体の雰囲気にふさわしいエクストリーム路線を歩んだ。メジャー団体と異なり、実力がなければ成功できない、イカップリングウィズにおいて、 すさまじい人気を誇り、また当時のアメリカインリー界の中で、象徴の一つといえる、大物技巧派レスラーであったが1999年に、WWF と接触し、田中正人、マイク・オーサムとのサンウェイダンスイカップリングウィズ、王座戦に敗北した後に、WWF へと移籍。2000年1月の WWF でのデビュー戦では、当時デビュー以来連勝を重ねていた。 カートアングルと対戦し、その連勝記録を止めている。オーサムが、イカップリングウィズ王者のまま WCW に移籍した2000年4月に、WWE から一時的にイカップリングウィズにゲスト参戦し、オーサムからイカップリングウィズ王座を奪回イカップリングウィズ王者のまま WWF、王者トリプル H との試合も実現している。2000年には、 ヒートの解説者を務め、2001年からは退団した、ジェリー・ザ・キング・ローラーの後任として、スマックダウンの解説も担当するようになる。アライアンスのストーリーでは、イカップリング・ウィズ・軍に所属。一時は解説と並行して、試合にも出場していたが、首の怪我の悪化により、2002年に現役引退し、解説業に専念。 実況のマイケル・コールとスマックダウンの名物実況チームとして長く活動することとなる。2005年6月12日に行われた PPV イカップリング・ウィズ・ワン・ナイト・スタンドにて全試合終了後のイベントにイカップリング・ウィズ時代のコスチュームで登場した。翌2006年のイカップリング・ウィズ復活に合わせてその解説者となっている。その後、 2008年8月からミックフォーリーの対談を受け、スマックダウンの解説者に復帰。2009年3月、WWE と契約を行わず突如対談した。息子との時間が欲しいため対談したとされている。7月にティエネと契約。番組のカラーコメンテーターを務めている。レスリング、柔道のバックグラウンドがあるため、間接に投げ技を非常に得意としていた。 ありがとうございます。